北京メディアセンターは、中華人民共和国北京市会予読復興ローツ11号に位置するメディア複合施設である。中国の国営放送である中国中央電子台と日本の公共放送である日本放送協会の合弁会社、梅チア電子中心有限講師が建設、運営していた。その後 NHK は、経営から撤退し、CCTV の子会社、 中国国際電子総工師が運営している。CCTV の裏にあり、北京で開催される全国人民代表大会や大型イベントの際には、日本をはじめとする外国プレスのプレスセンターとして使われるほか、放送プロダクション部門を持ち、番組制作の受託、コーディネートを行っている。北京メディアセンターは、外見は普通のホテルと変わりなく、施設の多くの部分は、 マンションとして貸し出されたり、ホテルとなっている。ホテル部門を指して、メディアホテルとも呼ばれている。他に、ホテルに数軒のレストラン、オフィス賃貸もしている。北京にある他の一流ホテルに比べて、ランクは多少落ちるが、外国人の利用を強く意識しており、それがこのホテルの最大の売りである。日本語をはじめとする、世界各国の言語を話すスタッフがおり、料理も中国料理は、 もちろん、日本料理からアラブ料理の店まである。日本語カラオケも楽しめる。客室には40チャンネルが映るテレビがあり、英国放送協会、CNN、NHK などの外国のテレビ番組を楽しむことができる。NHK は、NHK ワールド TV、NHK ワールドプレミアム、NHKBS1、NHKBS プレミアムが映る。そのため、 オリンピックやフィファワールドカップの時期になると北京在住の外国人がホテルの一室に集まって母国の放送を楽しむことがあるという広いレセプションルームは大型イベントの際はプレスセンターとして使われ放送関連のレセプション会場としてもよく使われているアブロボコン参加者や中国ロケにやってきた芸能人の宿泊施設としても利用されるこのように 北京メディアセンターは中国の情報戦略の先兵としての役割を果たしている。この施設はもともと1990年に開催された中国で最初となる大型国際スポーツイベントであった北京アジア競技大会にあたって大会中継の利便を図るために CCTV の子会社中国国際電子総講師と NHK を中心とする。 日中メディア交流センターとの合弁で作られ、1990年9月13日に開業した。2001年12月に合弁を解消したものの、NHK エンタープライズ中国駐在事務所から、プロデューサーなど数人が放送プロダクション部門に派遣されており、NHK スペシャルをはじめとする NHK の中国関連番組の制作。 NHK エンタープライズが手掛けるコンサートイベントの一部は NHK エンタープライズから北京メディアセンターに孫を受けされ、ここが中心となって制作、運営されている。北京メディアセンターの存在が NHK と CCTV との調整をスムーズにしており、CCTV の中継スタッフ及び中継者の手配、CCTV を後ろ盾とした関係部局との取材交渉がなければ、 新、シルクロードといった大型ドキュメンタリー番組は存在し得ず、日本の芸能人による数万人規模の大型コンサートは開催できなかった。その一方で、NHK エンタープライズから派遣されたプロデューサーや、NHK エンタープライズ中国駐在事務所のチェックが入るとはいえ、NHK の番組が CCTV 市会社のスタッフによって取材、制作されていることが、 NHK の放送の中立性を大きく損なっており、とりわけ中国政府にとって都合の悪い放送ができなくなっている原因となっているのではないかとも言われる。CCTV は中国共産党の統制下にあり、その活動すべてに中国共産党の監視が入るため、北京メディアセンターのスタッフは中国政府にとって都合の悪い取材は行えない。また、 北京メディアセンターのスタッフに中国共産党の検閲官がいるのではないかという噂も根強くある。ありがとうございます。